This is the WNC Weekly Podcast. And now, here are your hosts, Tajiri and Ryan. Welcome to another special podcast.、うん、いやなんか時間が経つのが早くて、はいね、今週土曜日が岐阜ですけど、来週も今日がもう北千住だったよ。そうですね、はい、東京あの WNC の2013年度東京最後の大会です。でね、この北千住シアター千住っていうのはですね、皆さん北千住駅直結真上なんです。あ駅ので本当ちっちゃいから、あの100人も多分入んない。いやもうあの一番安いもう売り切れじゃないですか。もう3000の席は売り切れ、はい、で5000の席ももう、結構ないです。で、ま、でですね、まあ、ちっちゃくて、そういうこと選手の息遣いがもう聞こえるんですよ、はい、そして選手の表情も口のちょっとした動きとかまで、もう本当に見えちゃうの、うん、でそういう会場でもうだからそれこそこう腕をさ取っただけでそれがすごくさ、はい、伝わるんだよね。そうですね、でだからもうじっくりプロレスができるいい会場なんですよ。だけどまあちっちゃいから何しろ、まあそんないつもここでやってたらちょっと商売上がったりしちゃうから、はい、なかなかできないんですけど、昼夜やることによってこういう大会をあえて手首を捉えてその痛みが分かるようなじっくりこれをどう取り返すかみたいなプロレスを今年の最後にやりたいなと思ってこれあえてやったんですよ。そうフェンスでも後楽園でもない、なんで北千住かというのはそういう理由なんですよ。それをね、今年の最後にやれたら日本人、ほぼ日本人だけでやれたらいいなと思ってて、はい、なんとかできるんだよ今回、うんうん、だからね、その選手の息遣いもこのそれこそ腕を絞られた時のもこのなんかね、汗がじわーってこの辺から出てくる様子までもうお客さんに本当ピュアなレスリングを見てもらいたいなって、そういう大会なんですね、これが。素晴らしいですね。で昼と夜あります。で昼がですね、まあ、第2回デーブ・フィンレイ杯トーナメント準決勝、もう準決勝だよ。もう準決勝ですね。で、はい、土井浩二対カジトマトだよ。面白そうですね、この試合。まあパワーだと絶対土井だと思うんだけど、パワー対スピードじゃないですか。そうなんだよね、速いんだよね、カジトマトっていうのは、はい、なんかこうリングの中を走ることによってペースを作っちゃうっていうかね、はい、珍しいタイプだよ、結構。うん、で、もう1試合がなんと海援隊道場同士の対決で、ヒロ東内対関根隆一っていう、これ実は軽道場でもかなり強い方の2人でさ、でこの俺ヒロ東内すごい今興味があってね、早くまた見たいんだよ。あでそしてはね、これ、うん、僕だったはずですよ、これ。そうだ負けちゃったもんね。負けちゃってでね、その WNC と戦うわけじゃない、軽道場同士でやるってのはね、きっとこれぞ軽道場のプロレスっていうのこの2人がね、それを見せることがこの2人の勝負だと思うんだよ、うん、その上でどっちが勝つかっていう勝負をお互いしてくると思うんだよね。だから言ってみれば2人で戦いつつ WNC に対して戦いを挑んでくると思うんだよ、この2人は、うん。だからこの田尻の空間の中で高道の空っていうものが何かって、そういう遺伝子をぶつけてくると思うんだよね、この試合。だから見たいんだよ俺すごい、はい、だからね、こんな準決勝が実現してライオンさんには悪いけど俺楽しみなんだよね、すごく。ああ全然でも、うん、だから本当それこそね、田尻テイストと高道の空テイストって何か違いがあるのかなっていうのがもしかしたら分かるんじゃないかなって俺自身見たいんだよ。でそれがさ、もう本当間近で見れるじゃん、はい、だってお客さん3列しかないんだよこの会場。そうですね、うん、で藤原ライオン対児玉雄介です。はい、そうです。前この会場でやんなかった？フューチャーにエキシビションやりました。エキシビションだったか、はい、3分間のエキシビション。あ、はい、けどね、これライオンさんもし児玉に勝ったらね、ちょっと、はい、逆転やったら、そうです、うん、でね、勝ちますよ絶対。まあ今ね、頃と違って、だって藤原組長とやってサブミッションを受けたわ、蹴りは、の頃まさか自分藤原という名前をもらう、全然もらわなかったじゃない。そうだよね、うん。じゃ あの頃はデビューできると思ったんですけど、まだあと何ヶ月かなと思って、うんうん、いやこれもしライオンさん勝っちゃったら、児玉が僕にライオンの名前をくださいって、児玉ライオンって、児玉ライオンで、次が誠対ラ・コマンダンテです、うん、まあ、この人、うん、メキシコ人ですか？メキシコ人で、まあレーナさんからお借りするんだけど、はい、まあでかい、はい、イースタートのモアイってあるじゃん、はい、なんかあれみたいなんだよ俺のイメージでは、はい、でものすげえ力が強くて、それこそ昔ならきっとバスを引っ張るデモンストレーションやるようなタイプみたいなんだよまあ自分のメキシコ人のイメージはもう女子プロレスラー、まあマスクかぶったちょっとおけつのでかいメキシカンだったんだけどね、これ違うんだよ。なんかね、どっちかって言ったのなんかサウスブロンクスにいるおっかないおばあさん、なんか
だから誠危うしだよこれ。大丈夫ですかね、誠さん。分かんないよ俺。うん、でね、だからこれはこれでその誠がどうやってそんなでかい人を攻略することができるかって、そういう成長をね見せなきゃいけないと思うんだよ、はい。うん、けどあの1年間この WNC でね強い人たちもやってきてるんだから、そう簡単に負けちゃいけないよこれ。そうじゃない、うんうん。そして田尻日向小春組対黒塩二郎小林香歩です。お、うん、すごいですね、この2人は、うん、大体いつも違うチームとか一緒にやってるんですよね、うん、このひなだと小林。この試合こそ俺ね、もう本当実験なんだよ、何が起きるのかっていうね。そうじゃない、うん、この2人は面白いペアじゃないですか、この黒塩と香歩ちゃんは。そう、なんかもう兄弟みたいな竹の塚のなんかダメ兄弟がでね、小春っていうのは俺が思うにだよ、なんかね、周りのレベルが高いとこの子のレベルも瞬時に上がっちゃうのような気がするのは分からないよ、はい。で、1月4日の横浜ラジアンド大会で、あの誠と組んで首里志田ひかると小春は戦うから、うん、あのちょっとね、あの何かそういうちゃんとセットアップして生かしてあげたいんだ、うん、そこに。だからちょっと1回、まあ、体験してもらいたいんで、はい、そういうね、あのハイレベルなものを。すごいですね、自分で言っちゃうけど、うん。小春の成長速度は普通よりも異常に速い、はい、そうじゃない。だからきっとね、大きく変わればいいなと思います、俺はこの試合で、うん。で、まあ、はっきり言って、まあ、みんな小僧、小娘ですよ、俺がいますが、だからちょっといろいろね、何かこう、俺がやってやれると思うんだよ、いろいろ。だから、この試合終わったらね、レベルがすごく上がったなって言われるようになればいいなと思ってるんだよ、これ。いいですね。で、黒潮とやるの、俺、ドキュン以来よ。ああ、そっか。いや、今年の初めにやって以来、1月、2月ぐらいからやってるんですね、うん、そう、そう、うん、まあ、それが出した売りになるとは別に思わないんだけど、ね、けど、なんかね、本当もう、なんていうか、だって今年の1月には誰もいなかったわけじゃん、これ、ね、はい、言ってみたら、黒潮もドキュンで全然違うキャラだったし、はいはい、まあ、この中に田尻が混ざることがもうこの年末できるっていうのが ね、 そうですね、すごく面白いと思う、新しいと思うんだよな。で、6人タッグマッチ、リンバイロン、高橋正也、篠瀬美智対アキラ、シュリー、ホライゾンです。ホライゾン、ホライゾンって書いてある、ここにホライゾン。いや、ホライゾン、あ、ここにあった、こっちに行ったんだった。いや、ホライゾンが最近、なんか密かに脚光を浴びていてですね、うん、まあ、こいつも言ってみれば、新しく生まれ変わったばっかり で、 そうです、ね、まだこの前のフェイス見てない方はですね、これ、ホライゾン、今までのホライゾンとちょっと一味違いますよ、これ、うん。なんかさ、あのなりふり構わぬというか、なんか、うん、でなんかさ、あの長いタイツパンツ履くようになって変わったよね、変わったんじゃない、何かね、なんかね、あのなんかね、こう影を持つもののかっこよさみたいなですね。いや、前のコスチュームはなんて、ね、あら、ひどかったね、ひどかったですね。ちょうど今、あの9月の川崎の編集してるんですよ、今ちょうど、うん、ホライゾン、なんか、ホラベシ、あれさ、海潜ってさ、なんか貝取る人、なんかカラフル取る人みたいな、ね、まあ、けどこれは実はですね、高橋とか篠瀬がさ、このシナプスとやるのは実は非常に珍しいわけよ。そうですね、はい、うんうん、確かに。で、リンバイランド組むのがもうすごい珍しい。ああ、そうだね、うん、高橋がこういう、けど、ね、高橋がこの前フェイス終わった後、なんか土井がこうやって上の方行っちゃったでしょ、すっげえ悔しがってんだよね、うん、だちょっとあの、うん、これは高橋来年また、大体今年の1月高橋から始まったじゃん、あ、うん、ちょっとまた覚醒してもらいたいと思うね、はい、もうすごくプロレスは上手くなってきてるんで、はい、だからね、ここで、でそう、北千住で前、アキラと高橋シングルやってるんだよ。そうですね、ね、けどあの時とはもう全く違う高橋をね、見せてもらえたらいいなと思う、はい。で、まあ、こっちはホライゾンがいるから、変わったとはいえ、まだ1回も勝ってないから、ホライゾン。まあ、こっちがやれば、篠瀬たちもさ、アキラ組に勝ったら自信持ってるじゃん、これ、うん。そしてそのまま自信持って夜に移行してもらいます。で、この夜と昼の間にはクズプロがあります。ああ、そうですね、うん、はい。で、クズプロのね、あの時間言った方がいいですね、多分時間はですね、これが12時開始でしょ、まあ、多分2時ぐらいには終わったとしても、だから2時ぐらいから、はい。で、こっちが4時、会場が4時だから、まあ、クズプロのことだからね、あのこの会場時間遅らしてもやっちゃったりとかするような気もするから、はい。だからまあ、とりあえずね、昼来てくれた人はそのままね、クズプロもちょっとたった1000円なんだって、入場料が今回は、はい。見てもらえた方がいいと思います。だから、あのもう朝北千住着いたらお弁当をコンビニで買ってですね、それ持って来た方がいいような気がする。
でクズプロのメインがあのキトタクとドラソルとクズ殿のスリーウェイ、チャンピオンシップなんか王座決定なんかベルトを作ったらしいんだよ。クズのベルトを作ったらしいんだよ。なんか誰ですか、キトタク。キトタクが作ったんじゃないけどね、クズ殿面白いよ、ほんとめちゃ面白い。このスリーウェイめちゃ面白いんだよ、はい、あね、あのどうせ大したことねえだろうと思うと本当にすごい面白いから、はい、うん、でそのまま夜に流れ込んでいきます。夜は17時開始です、はい、で下から行こうか。リンバイロン、小林加穂対ラ・コマンダンテ、日向小春。おお、面白そうですね。こういろんなメキシコとリンバイロンも打ちできるし、ああね、で日向、また小林対日向ですね、うん、もう大ライバルなってすごいなったんですね、この2人ライバル。でこのコマンダンテと戦うんじゃなくて組む小春はラッキーだね、これね。あ、ラッキーラッキーですね、はい、うん、で、アキラ対紀藤拓也、シングル初対決です。これはタッグでもほとんどやったことないと思うね。この前のフェイスやったけど、確かにシングル初めてだよね、はい、でね、紀藤拓也この前すげえうまかったんでね、はい、あのちょっとお客さんがみんなびっくりするぐらい実はうまいんだよ、プロレスが、はい、でこういうシングルになるとね、またうまいんだよ、紀藤拓也っていうのが。これどうする、紀藤拓也勝っちゃったら今年の4月紀藤拓也対西村さん、うん、あああれもいい名勝負だったね、はい、そう。これこそね、北千住でじっくり腕首の取り合いから見てもらいたい試合だよ、これ。まあこの2人なら全然ね、うん、まあ絶対外れない、これ、はい、キトタクってあんな感じだけど、実はすごいレスラーなんだよ、皆さん、うんうん、で、田尻誠対児玉雄介、首里です。シナプス対で、俺はね、これをね、30分ぐらいやりたい、じっくりと。でね、もう言ってみればこれはもう、まあ、誠は途中からアイスリボンから来たことだけど、まあ俺が育てた児玉と周囲ですよ、はい、もうね、もうこれ田尻イズムので、誠ももう3年ぐらい一緒にやってるから、うん、もうね、これ田尻イズムのエキスもう 100% だよ、これ。そうですね、もう本当にね、プロレスってのは派手な技とかじゃなくて、もうこういう、そのなんていうかな、もうね、じっくりしたサイコロジーで見せるもんだ、うん、俺すっごい見したいんだよ、この試合。これね、ただ適当に組んだ試合じゃないんで、全然、うん、もうこれぞね、もう決勝だよ、俺の中で一つ。そうですね、うん、で、村瀬対ホライゾンです。どうですかね、これはもう村瀬のチョップ対ホライゾンのエルボーっていうような、だからこれ ね、 そ う、 ですね、そう、もうこれね、それ以外これお互い使わないで、どっちが根性を勝つのかをでいいと思うんだよ、うん、プロレスなんか別に見たくねえよ、この2人の。どうも、うん、ねえ、村瀬はちょっと結構痛いんですよ。痛いよな、俺食らったことないけど、多分痛いと思う、うん、でもホライズンのエルボー最近もすごいいいんですよ。いいよね、なかなかね、うん、うん、で、なんとかね、そのなんかもう今はもうここでダメだったら俺の人生二度とダメだっていうなんか気迫感じんだよ、こいつ、うんうん、今まで勝ってことないですけど、まあ多分、うん、気持ちで、マイフィーリングで何ですかね、うん、勝つと思います、この試合。どうですかね、分からない。いや、大体あの村瀬ってのはホライゾン、プロテストでホライゾンと戦って、先にデビューしてるホライゾンの腕を折って脱臼させて、それ でこいつが代わりにデビューしたんだから、ホライゾンからしたら一番倒さなきゃいけない相手なんだ、これ。あれ多分ジョッシュ・オブライアンの最後の試合だったんですけど、そうそう、で女子にも勝っちゃったね、村瀬が。そうそう、うん、けど俺これすごい、もうチョップとエルボー以外何も見たくないね、この試合ね。そうですね。そしてメインが WNC 対軽道場5対5イルミネーションマッチです。土井、黒潮、高橋、篠瀬、ライオン対東内、梶、トマト、佐藤勇気初登場、関根隆一、タンク長いです。この佐藤選手知ってる？この前っていうか先月かな、軽道場で試合したんですよ。あの時見てたんですね。あ、はい、すごいちっちゃいんだけど、まあ早いんだよ。早いで、イギリス行ってたんだって。おう、うん、でね、あのこれもね、俺1時間ぐらい見たいよ。で、後楽園の時はなんかサクサクって終わっちゃったけど、もっとじっくりやれたと思うんだよ、本当。時間大丈夫ですかね？全然大丈夫だ。もし30分、これ30分だって、これ1時間とかは大丈夫だって。あの北千住9時まで借りてるから、4時間も全然大丈夫だよ。ならこの3000、5000もすごいですよ。安いですね。こんな長い試合見れるな。うん、けどね、これね、本当ライオンさんじっくりやっていいよ、はい、これ誰が一番ね、そういう正統派のプロレスがうまいかの競争だよ、これ。ちょっと聞きたかったんですけど、うん、もし、うん、イルミネーションされたら、うんうん、そのレスラーどうする？もう下でこうやって見てるし、下だけ、うん、控室に戻るんじゃなくて下で、下で見てていいんだ。で、残った奴らは応援してもいいし、けどもう自分が負けて悔しかったら帰ってもいいし、はい、そこはもういろんなキャラクターの見どころじゃないかな、はい、うん、なるほど。けどこれ誰が勝つかね。で、あのこの昼に土井とトマトと党内関根、ね、どっちが勝つにしても決勝で戦う同士が絶対この中で当たるんだよ。そうですね、うん、うん、ね、うん、
まあこれ昔新日本がよくやってた試合ですね。やってたやつだ。そう。エリミネーションですね。はい。でね、こういう試合って長くやるとね、お客さんもね、だんだん慣れてくるからね、本当飽きさせないにするのが非常に難しい。うん。はい、うん、やりたいです。けどこの前とやっぱ違うものを見せたいでしょ、後楽園とは、うん。そうですね。うん、だからね、本当にこれね、プロレスの上手い下手が非常に問われる大会なんですよ、うん、皆さんこれ、うん、で、そこで本当にね、あのこの1年のね、みんなの努力の成果が俺これ本当見せられると思うんだよ、もうこの狭い会場で、はい、うん、そうですね、気が抜けないよこれ、はい、だから昼も夜もやったとくったくたになると思うんだよねこれね、真ん中にぐずぐずくずくるもあるし、でそんな北千住大会はもう来週の今日月曜日です。そうですね、はい、あの祝日ですよね、うん、でもうね、プレイガイドの販売が昨日で終わっちゃったのよこれ、ね、だからもしあの、事前に確実に購入したい方はですね、各選手のもあのいろいろツイッターとかフェイスブックとか連絡先ありますんで、そこへご連絡くださるか WNC オフィスへお電話を、何番だっけ電話番号、ホームページ書いてあります。俺もわかんない。でも3000席もないですよね。もうない、もうない、うん、友達が見たいって言ったらごめんなさい、5000席がないって、うん、あ、まあしょうがないで買ってくれたんですよ。で、5000席ももうそんなにないんでですね、ないですよね、はい、あの本当あの早めにあのご連絡いただければと思います。ええ、あのこれは本当にあのなんかプロレスでね、特に演出も何もないと思うんで、これもう純粋にプロレスリングのショーをやりたいと思います、はい、この日は、うん、あの本当 WNC の選手の力量ってものをですね、間近で体感してみてくださいませ。すごくなんかジャパニーズプロレスって感じですよね。そうだね、はい、うんうんうん、いいと思います、はい、まあそしてこれでね、ちょっとライオンさんもこれちょっとぜひとも5対5を勝って、はい、ライオンさんが勝って、あと黒間さんと、うんうん、そしてこの団体を藤原 WNC、 、うん、ぜひ、うん、はい、まあそんなわけでございます皆さん、はい、じゃあ北千住でお待ちしております。はい、よろしくお願いします。Lost.